新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2019年を最後に開催を見送ってきた熊本市東区の自衛隊通り桜祭りが今日4年ぶりに開催されています。4年ぶりの開催となった桜祭り、多くの人でにぎわっています。これまで桜の開花時期に合わせて一部区間を歩行者天国として行われてきたこのイベント、今年は満開とはなりませんでしたが、雨の降る中およそ300本の桜並木を楽しもうと朝から近くに住む人たちが訪れていました。この桜祭りは今日午後5時まで行われています。